したんですけど、はい、正式デビューに向けてまあ、ファンの皆さんとか、はい、県民の皆さんにちょっとメッセージをいただきたいなと思います。そうですね、はい、もう本当に正式デビューもすぐ近くっていうことだけ伝えるんですけど、はい、本当に何だろうな、特にファンの皆さんが僕たちが結成してからもう約1年ぐらい経つので、だいぶ長く待ったと思うんですよね。なので待たせてごめんねっていうのと、あと待っててくれてありがとうっていうのを伝えたいですし、あと沖縄県民の皆さんにはこうやって沖縄出身の何もできなかった男の子が韓国というグローバルな舞台でデビューするんだぞっていうふうにお見せできたなというふうに思ってます、ね、ですし、あと公式デビューした後にもどんどん結果を残してもっともっと演奏が大きくなれたらなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。はい、もっと沖縄もうアリーナもできたって聞いたので、8000人入るんで、はい、かなり大きいアリーナなので、はい、うん、そこでも必ずライブしたいですし、ビーズとかそうですね、アイメモンさんとかがやるようなアリーナなので、あとはまあ昔ライブよく見に行ってたコンベンションセンターでもよくやりたいなっていうのは思いますね。小規模でも、うん、今回は